前回、えー、尺八の音色っていうことで、あの、うん、プロの音とはみたいな動画をアップしたんですけど、なんとですね、1日で1000回も再生されまして <laughs>、今よ、丸4日ぐらいですかね、あの、4日ちょっと経ってるんですけど、あの、もう2000何百って、2100だか200だかいっちゃってるんですね。 で、びっくりしまして、あの、まあ、マイナーなね、マイナーな YouTuber としては、1000もいくとびっくりするんですけど <laughs>、あの、やはり、こう、なんか、ご興味あるんだな、というか、うん、それでまたね、急遽、あの、狙いましてね、再生を狙いまして、今度は天の音とは、みたいな、こう、や、あの、喋ろうかなと思います。 え、同じ服着てるんですけど、あの、4日間着てるわけじゃないですよ。<laughs> でですね、まあ前回言ったのは、あの、ビービー言うのは、いかがなものかと。ね。あの、プロの音とはとか言って、大抵なんちゅうの、ビーとか吹くんですよ。ビーとか言ってね、うん。あれ違いますからね。あれ、あの、勘違いの音ですからね。まあそれはあの、歴史的に見てそう、そうです。あの、本当に。私の経験、 っていうか、私ではそれを体験してきましたんで。まあ、それも説明したいと思うんですけど。うん。あとですね、大事、重要なことはですね、こう結局、その、フォルテシモで吹きたい。ね、ビーって吹く。ビーッとか。とね、曲がべったりになっちゃうんですよ。ね。これわかるでしょうあの、こう聴けばすぐわかりますよ。もう、どの、どの曲を吹いてもね、なんか、最大の音を出したい。 なんかいろんな曲、まあ、それこそね、本曲を吹こうが、地蔵を吹こうがね、あの、まあ、現代曲を吹こうが、とにかくね、ビー、ビーってこう、あの、ずーっとフォルテッシモで吹こうとしてるんですよ。あ、その、昔、っていうか、んとちょっと、1年か2年か前に、鹿の遠吠えっていうタイトルの動画上げてると思うんですけど、<laughs> あのー、 なんて言いますかね、あの、鹿の峠ですね。鹿の峠、ね、吹くときに二人でこう、最初からこうバトルするでしょ。ね。あの、つー、つれーとか言って <laughs> あの、つー、つれーっていうのも、本当は、あの、そ、そんな、あの、なんていうの、その、その手は、ややこしい手はね、横山先生の手なんですよ。あの、本当は、 つれーて、軽くつれーってぐらいのね、つれーれーろうなんだけど、つ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 うーつってこの、<laughs> こ装飾ですからね、<laughs> その装飾も含めてね、こう、なんちろんこう。とか吹くでしょ。あ、息なくなっちゃった <laughs>。 もっと小さくてもいいですよね。なんか、そ、それで、あの、二人がこう、小さい音で、しかもね、ツー、ツーッとかやんなくて、軽くつれーでいいんですよ。で、だんだん盛り上がっていく、ね、その、で、その、こう、なん、どこだっけ、あの、わーッとこうい、あの、呼び交わすっていうのかな。 その辺でこう、ガーッと盛り上がってて、あの、それからまた、最後ね、収まらなきゃおかしいですよね。最後も、あの、<noise> これもねレ、レロもね、なんか、<noise> みたいな、<laughs> おかしいでしょって、あの、最後は聞こえないように吹かないと。ま、あこれ、 前、昔っていうか前に言ったと思うんですけど、結局ね、そういう音楽表現であるっていうことをね、もう忘れちゃってるんですよね。なんか私は大きい音が出ますっていうのを言いたいみたいなね。そういう良くないですよね、本当に。<laughs> だからまずですね、あのー、まあビビ言うのもおかしい。まずその音色の問題ですね。音色は、あのー、 その、例えば B って言う、言うとこがあってもいいですよ。でも、全部じゃない、ダメですよ。あの、まあ、一箇所そういうのありましたとかね、ちょっと強く吹きましたっていう変化がつくんならいいんですけど、まあ、よくあるのはね、あの、持続音、例、例とか言うとね、あの、例って吹くでしょ。うん、そうね。<noise> で、こう、最後に、うーっと押していくんですよ。これ、あの、ビビー,ビー言わない竹笛ですから <laughs>、ちょっと違いますけどね。ーで、最後、最後までで、ローって押していくの。ローって、むしろなんか、うーって大きくなって終わるみたいな。あの、普通は、こう、ローって言ったら、ローってこう、絞っていくもんですよ、 こうでしょねこういう、でーって言ったら、いやいや小さくなっていゃならなおかしいですよ。普通ね。で、大きくする場合は、書いてますからね、クレッシェンドとかね。こう書いてあったら、うーんって押していってもいいんだけど。<laughs> だからあらゆるジャンルでそれやっちゃってますよ。 あの、どんな曲やっても、こう、常に私は大きい音が出ますっていうアピールをしてるんですよ。ロー、ローってね、こう。それ、もうみっともないですよ、本当それでプロなんて言えるわけないじゃないですかね。それでですね、あの、うん、なんて言いますか、それはなぜそういう風になったかっていうことなんですよ。あの、まあ、まあ、私は、 よくわかるんです、それ <laughs>。自分がそうだったから <laughs>。あの、まあ昔ですね、あの、私、霊母会でしたから、で、先生は本当に古い尺八でね、あの、なんて、飴色の、飴色のね、もう、黒黒したっていうか、飴色のやつでだから、もう、つとか低いとか、でが高い、あ、血が高いとか、みんな、みんな知ってるんですよ、弟子。みんな知ってますよ。 あれはあのつ、で、ツ例ってやってるとか、あのー、知ってるのに、私たちは、要するに西洋音階の西洋尺八。それもね、なるべくビビーなる尺八を求めてったんですよ。それであのー、先生はね、そん、そういう音色じゃないんだけど、先生もね、でも大きい音を出し、出さなきゃいけないと思ってたんですね。これ、前あのー、あのー、何年か。 前にあのあ、青木先生の極意、ね。あのー、そこでも言ってると思うんですけど、実は青木先生はあの、こう、アタックですね。パンってこう、パンってこう吹いて、パンってこう、これがうまいんですよ。パンってこう、ね。あ,あの、音で言うアタックとか、サステインとかリリースとか言うでしょ。プッってこう。 立ち上がり、音の立ち上がりが本当に素早くパッと立ち上がるんですね。それがすごく、まあ、うまいんですよ。でもね、本人も含めて、本人も含めて、パーって吹いてると思ってるの。パーって、本人も大きい音で吹いてると思ってるんですよ。でもそうじゃないんですよね。実は小さい音で吹いてるんですよ。パーンとアタックがすごく、歯切れがいいんですよ。パーンって でもね、ばーって吹いたらすぐ息なくなっちゃいますからね。あの、ご本人もね、あの、私は肺活量がないんですとかおっしゃってましたんで。んで、あの、それも確かですよ。でもね、あの、弟子たちがね、弟子の中でまあ、例えば、まあ本当昔ね、すごい上手いのがいましてね、上手いなと。もう上手なんですよ、もう。パーンとこう、上手い具合に吹く。地唄ですよ、地唄。上手いなと思ったんですけど。 あのー、その彼はね、やっぱり頭が良かったのか。<laughs> そんな尺八吹きっていう職業はない。まあ私もそう思いましたよ。あ尺八吹きっていう職業はないんだなってすぐ分かりましたけど、まあ、かその彼も別に尺八吹きにはならなかったですけど。でもね、こじんまり吹いてるって怒られちゃうんですよ。そんなね、パーンとかね、うまく吹くと。 そういうね、あの、こじんまり吹いちゃダメです。家の人がうるさいって言うくらいに吹かなきゃダメなんですとか言って怒られちゃうね。ではい、はすみません、とか言って。で、みんなあの、ブー、ブって、ふわーって吹くよ、吹いて、あの、みんな、な,なんか <laughs>、破綻しちゃうんですね。いやなんか先生も間違え、間違えてるというか、なんか大きい音出してると思ってんですよね。 で、これね、あの、宝山会もそうなんですよ。宝山先生もね、それは小さい音じゃないじゃないですか。でもね、あれも、パーって行くけど、あの、決してその、でかい音でビーとか吹いてないでしょ。もう、聞いたら一瞬でわかるじゃないですか。あれも本当立ち上がりがすごいんですよ。パーンってこう、パーンってくるわけ。で、福山先生はね、パーンじゃなくて、ほーっと、ほーと、くるんですけど、 それぞれね、音色聞いてくださいよ。あの、ビービー言ってないですからね。うん。まあ、それは本当にそうだ、そうですよ。それで、でもね、私たち、弟子たちね、みんな勘違いしたんですよ。もう、とにかく大きい音を出さなきゃいけない。本当当時ほんとそうでした。もう、どこもみんなそうでした。大きい音で吹くんだと。もう、ばー、ーってね。だから本当あの、共通的に、 みんな、ベタっとした演奏するんですよ。ベタっとしただから常に大きい音出してるから。なんからもう、常にまあフォルテシモですよ。フォルテシモね。パー、パー、パー,パーって行くんですよ。だからうるさいんですね。もう自由歌とかでももう横でビービー吹くから、ビートの人がもう嫌がる、嫌がってましたよ。もう、うるさいなとか。気がつかないんですね。 で、今でも、もちろん気がついてないんです。あの、みんな、例外なくみんなやってますよ。あの、大きい音、しかも、倍音が乗った音で吹くんだと。なんか古典やる人もそうでしょ大体いいね、あの、古典やる人がね、西洋音階の尺八で吹くなと <laughs> あ。なんだっけ、あの、善余寺さんとかね、あれ、先週工房だからさ、あれ、あれも明らかに西洋尺しで、 しかももう音量でビービー言うみたいなね。あんなの古典じゃないですよね。ちょっと呆れますけどね。まあ、よほどね、あの、地なしでどうのっていう人じゃなきゃ、もうビーって吹き,吹きたがりますからね。まあ、それでですね、どうすりゃいいかということですよ。その、あ、そうそう。その前にあれだ。あの、 断絶が起きたんですね。あの、例えばですね、またあの、以前言ってるんですけど、あの、あの、平成元年の尺八独創会っていうね、あの、たあと動画があるんですけどあ、私がアップしてるんですけど、これはあの、荒木古道先生、あの、五世荒木古道先生が、えっ、ー、と、25年ぐ間ぐらいアメリカにいらっしゃったんですけど、 平成元年にお帰りになったのかな。それで、あの、かつての仲間を集めて、6人で、あの、独創会というの、尺八独創会っていうのをなさったんですね。で、それ私、あの、ビデオ頼まれて撮影したんで、あの、元のテープ持ってるわけですね。それで、そのファイルをですね、こう、取り込みまして、あの、まあ、息子さんですね、あの、六世荒木こと、あの、ハンツさんって、あの、 まあ、ハーフの方ですよね。あの、ハンツさんにお渡し、あの、したんですお、お送りしたんですけど、それ聞きますとですね、もう、その以降の、あの、弟子たち、私たちとか、も、もうちょい上のね、あの、先輩方から、全然違うんですよ。もう、そこで、あの、いわゆる伝統的な雰囲気ってのはもう終わっちゃったんですね。 その後はもう全然違う演奏をしてるんです。もう、そこで変わっ、もう、そこでっていうか、まあ、それは平成元年に行われましたけど、その、我々の世代とかね、ちょっと上、まあ、だまあ、段階の世代からですね、この、ここはもう全然伝統的なものをもう失ってるんです、今。だから今のようになってるんですね。だからこれはもう本当にわかりやすいなと思うんですね。 全然違うじゃないかと <laughs>。あのね。ま、山口五郎先生とかね。あの演奏すごいなと思うんですけど。ああいうふうにもう吹いてないんですよ、誰も。ね、冷墓会、ね、青木先生のもそうだし、宝山先生だって。あの、横山先生はそうですよ。横山先生のあの、あのね。 で、川瀬先生だってそうだと思いますよ。もう、みんな、みんなね、だって西洋会八になっちゃったから、で、吹き方も違うんですよ。だから、なんでこんなになっちゃったんだろうって、もう誰も受け継いでないじゃんって、<laughs> 本当にすごいなと思うんですけど。あの、だから、これはですね、な、なんて言いますかね、なぜこうなったかっていうのはですね、今度次にですね、あの、まあ、三曲は、 なぜ終わったかという動画をちょっと考えてるんですけど、あ、三曲ってもう終わってますからね。あの、もう、そまあ、ちょっと、その歴史的にね、まあ、私の知る範囲でその、どのように衰退した、したかっていうことは今度また説明しますけど、あの、まあ、こと尺八ね、三味線というか、まあ、三曲はもう終わってますからね。あの、滅びたと言って過言ではないですよ、本当に。 ま、こういうことはまた、あの、ちょっと、ちゃんと説明、またいたしますんで。だからね、あの、やっぱりね、原点に立ち返るってことが大事なんですよ。あの、まあ、だから、まあ、ね、プロとショーする人もそうですけど、まあ、ね、ほんと趣味でやる人もね、惑わされちゃダメですよ。 あの、なんかビーって吹かなきゃいけないとかね、騙されちゃいけないですよ。尺八はね、柔らかい音色で。あの、本当にね、あのー、こう柔らかくね。こう柔らかいやね。こう、 尺八の音色っていうのは柔らかいもんなんですよ。あ、ちなみにこれね、これもまたあの、動画あげますけど、これ13ミリ、13ミリ作りました。発音、尺発音 D 管ですけど、あの、結構太いのでね。まあこれ、ちょっとね、実験してるんですよ、今。あの、音色、音色はどうなるとか。これ意外とね、あの、13ミリもね、また面白いんですよね、これ。 うんまあ、これまた別の動画で、あの、説明したいと思うんです。ええー、まあ、そういうことでですね、これから練習するにあたってはですね、あの、決してビーって吹くとか、強く吹きたいとか、思わないことです。まず、柔らかい音色ですね。柔らかい音色。だから、オツのローをビーとか吹くとかね、そういうのは、あの、ダメです。あ、オツのロのことを今言いましたっけね。 えっと、なんて言いますかね、あの、私もね、昔、あの、ゃ0八サミットってやつで、あの、東京でやった、あの江戸川区でやったんですけど、あの、えー、その時、おつろ大会とかやったんですよ。でも、それ、あの、冗談ですからね、半分冗談でやってんですよ。あの、なんか何デシベルって測ろうかなんて思ったぐらいで、あの、 あの、でもね、それがどうもね、えっと、なんかね、に、1、2年前かな、あの、ヨーロピアなんたらの方で <laughs>、あの、あれ、な、なんだっけ、ズームかなんかでやったのかしら、あの、オツノロを吹きましょうとか言って、あれ、あの、例の病気のあれの、あれで祈るみたいなでやったのかな、あの、いやね、オツノロー、ロブキっておかしいですからね、あの、やめた方がいいですよ、本当に。あの、 なんかね、じゃあ、ジャーダメなのとかね、勘の、勘の地とかさ、勘の地大会とか、なんだっていいじゃないですか、あの、あの、おつろ、おつろ大会とかね、ば、あのまあ、私もやったんですけど、<laughs> まあ、冗談ハーモでやってくださいね、もう、マジでやるからびっくりしたんですけど、 んで、あの、お、おつる、おつろぶきは100がやって1時なしって、あの、動画アップしてあるんですけど、なんかちょっとね、いわゆるバズりましてね、え <laughs> あんなこと言ってるとかね、外心がちょっとザワザワしてましたけど、いやね、そんなのやめなさい、もう、本当に。<laughs> いや、そう思いますよ。まあ、別におつのろろ演練習するのは悪くないですよ。あの、でもね、じゃあ、2だって0だって練習すべきなんですよ。 まあね、まあそういうことであの、それでまあ、要するにまあもうあの、長々言ってもあれですからあの、とにかくまず柔らかい音を出す。練習ね。練習はや、柔らかい音を出すってことです。それで、まあ、長く吹くとかそういう練習も必要ですけど、だから強くビーって吹く練習はもうやめましょう。それからあの、曲を吹くにあたっては、あの、曲調をよく見てですね、 あのち、小さく吹くとこね、ピアノ、えー、メゾピアノとかですね、フォルテとか、メゾフォルテとか、そういうあの、違う音量があるんだっていうことですね。だからそれをよく考えて演奏すべきだと思います。そうするとね、もう全然変わってきますよ。あの、あの、もう、あ、チャバチうまいですねって <laughs> 言われますよ、本当に。もう、ビーとかやってるとね、もうダメですよ、もう。 ということで、また、えー、よろしくお願いします。